はい、じゃあ高校生英語の文法の授業を始めたいと思います。今日は複合関係副詞っていう話をしていきたいと思います。前回ちょっと長めの動画で複合関係代名詞っていうね、 what ever や who ever、which ever などそういう話をしていて、その中で情報っていう考え方や見分け方もある程度喋っているので、もしまだそっちを見ていなかったらそれを見てからこの動画を再生してください。いいかな。ある程度ここに黒板にね、前半のことは板書してあるので、ノートを取りたい人は動画を止めて写してください。はい、じゃあ喋っていきたいと思います。複合関係副詞って書いてあるだけあって、関係副詞の when や where や how ですね。ちょっと why はないんですが、それらに ever をつけた形になります。だから、関係副詞の when や where だと思うと、その後ろには sv しか来ませんでした。しかも、ここ完全な文章ね。いい。前回の関係代名詞ね、what ever や which ever、who ever などは、主格なら v が来とったし、目的格なら sv、不完全を作っていましたが、これはあくまでも関係副詞の時に習った、あの後ろの続き方を、イメージしてください。つまり、sv しかないし、完全な文章が必ずきます。はい。それを見越した上で訳すときっていうのは、前回言ったように、what ever だったら sv するものは何でもとかね、何を sv してもみたいな感じで、ここで使ったある程度ね、疑問詞の意味をそのまま流用して、こういうどこでも感、いつでも感を出せば、今回のやつもいけると思います。はい。じゃあ具体的に用法は2つあります。A、sv するところはどこでも。これは SV する全部のところでっていうね、すべてのところ感を出したいときに A の用法になります。ただしこれは前回名詞の塊、名詞節って言いましたが、今回はあくまでも関係副詞なんで、これは副詞の塊だと思ってください。場所を表す副詞の塊。いいね。だから there とか here みたいな、ここでそこでみたいな、ああいう副詞で場所って表せたよね。あれの塊バージョンだと思ってください。一応副詞節になります。そして B はどこで SV してもっていう情報を表す副詞節。これは前回も喋りました。非常に大切ですね。何か二文を接続詞みたいにつなげるような書き方に見えます。そしてその内容の情報っていうのは、前半でその相手の言ったこと、相手のすることを最大限情報を認めておいて、それを反転させて自分の一番言いたい主節を喋る。これが情報の用法になります。今回もその用法がきちんとあって、こっち側のみ、ノーマターウェアで書き換えることができます。だから結局見分ける力が必要になるんです。じゃあもう具体的に文章を2つ書きました。例を喋っていきたいと思います。上、I will take you wherever you want to go みたいな感じの文章があったとします。これをじゃあどっちで訳そうかなって思った時ね。前回は名詞節で SVO と書いて O の役割をすべて担っているから、手で隠したら文章が成立しない、名詞節だから主語にもなってるよとか、そんな話いろいろしたよね。でも今回はあくまでも関係副詞の副詞の塊だから、これ A の用法でもこれだけ全部手で隠しちゃっても I will take you、 これで文章成り立っちゃうんです。私があなたを連れて行きます。でもその後ろで例えばね、例えばここで、take 人 there、take you there とか、take you、例えば home とかね、家にとか、ここに場所を表す副詞って置けるよね。それと同じことをここにしているんだと思ってください。だからこれは、何か二分を繋いでる感は見えないよね。これが大事な点ね。いい。もちろん名詞節じゃないから、手で隠しても成り立つんだけど、ここに置いたのは、こういう場所を表す副詞の塊をポンと置いてるだけなんで、二分を繋いでる感はそんなにしません。ね。これが大事なポイントで、訳すと A の用法になります。私は、あなたが行きたいどこでもいい。つまり、すべての場所に連れて行きますよ。そんな感じになります。ここもね、一応書き換えはあるんです。あるんですが、to any place とか言って、any place を where で繋げるっていう、この書き換えバージョンは本によってはあるんですが、ちょっと今回は端折ります。ノーマター where の方が大切なので、こっちだけを教えたいと思います。はい、この A が、すべての場所を表す感の副詞節。それに対して B は、文と文をつなげて反転させるようなイメージを作り出す用法になります。これは前回言った動画でも同じような説明をしました。はい、B 見てください。Wherever you go, I am thinking of you。この文章を見たときに、前も言いましたが、何か文と文を、特にコンマもあるしね、つないでる感すごいあるよね。二文にもある程度見えるよね。なぜならば、これは情報を表す副詞節だからです。
で、訳すと、あなたがどこへ行っても、私はあなたのことを思っています。こんな感じの訳になって、この部分で、あなたが S が V、どこで SV してもだから、あなたがどこへ行っても、で、あなたが行く場所をどこでもとりあえず認めてあげるわけ。そこで最大限譲歩するわけです。100% 行き場所を相手にまず許して認めてあげて、そうしても、はい、こっちが反転させて、私はいつもあなたのことを思っていますと。そんな感じで、一枚言いたいメインの主張がここに来るわけです。ね、これが譲歩のやり方、譲歩の訳し方になります。はい、というわけでこっちは、ノーマターウェアで書き換えることができます。いいね。だから、どっちかは書き換えれて、どっちかが書き換えれないっていう状態が常にあるので、自分でもしっかり見分けることができるようになってください。はい、じゃあ次は、whenever 行きましょう。whenever SV が続くことで、これはさっきのどこバージョンをいつバージョンにして、すべて同じ説明が続きます。はい、まず A の用法ね。SV するときはいつでも。つまり、SV するすべてのときにっていうこの副詞の塊を作るんです。ね。さっきも言いましたが、名詞節ではないんですが、その時を表すね、ポーンとね、例えば yesterday とか tomorrow とか、時って文末とかに副詞で置けるよね。そこに、すべてのときっていうこの塊を置いてるイメージだと思ってください。これが上の用法。そして B はさっきも言ったように文と文をつないでこう反転させるような情報のニュアンスが生まれます。いつ SV しても主節みたいな感じになります。はい、こっちだけがノーマターウェンで書き換えられるバージョンです。しっかりと見極める必要があります。じゃあ同じく例文を書いてみました。2つ見てください。上、You can call me whenever you like。この文章っていうのは、あなたは私に電話していいよっていう、ここでまず完全な文章が成り立ってるんですが、その後ろで、時ってポーンと文末に置けるよね。例えば、call me later とかね、call me tomorrow とか、明日、昨日、後でとか、いろんな時を表す副詞って置けるわけ。ポンとね、いい。前でもいいよ。その時でもいいんだけど、そういう副詞をポンと置いたところに、ポンと、すべての時間を表す副詞を置いてると思ってください。そうすると、あなたは、あなたが好きな時、いつでも私に電話していいですよと。こんな役になります。いいね。あなたが好きなすべての時でっていうのをポンと置いてる感じだと思ってください。片やこっちは、何か文と文をつないで、情報でね、こっちに反転させるイメージが生まれます。はい。Whenever I visit Kumi.She's not at home っていう文章があるんですが、はい、これね、まずここで、いつ私がクミを訪れても、彼女は家にいません。こんな感じの訳になります。つまり、ここで、いつ訪れてもっていう感じね。つまり、いつでもこう、何回も何回もいつでも訪れとるっていう、この動作全部を、まず情報で、認めてあげて、それを、悪い結果にこれは転じさせてるんですが、彼女は家にいません。ここが文のメインの部分になります。こっちは、No matter when I visit Kumi, she's not at home っていう、No matter when で書き換えることができます。だから、どっちになるかを見分ける力が必要となります。はい。最後に、じゃあ、however の話をしたいと思います。ちなみに、why の ever はありませんので、もう最後の however の話に行きたいと思います。はい。じゃあ、複合関係副詞最後の however は、まず、置き方が非常に大切です。はい。however 形容詞 sv っておいてください。もしくは、however 副詞ね、first とかそんな感じの副詞 sv もあります。how は、これ以前、どこやったかな、簡単文かな、簡単文の動画で、形容詞との結びつきが強いもんで、how beautiful だけで終われるし、how beautiful sv って続くとかね、そういう話をしました。how はもうそもそもね、疑問文の頃から、how long とか、how many とか、how much、how often とか、how fast とかね、もう何でも形容詞や副詞すぐ後ろに置いたよね。それと同じ理屈で、ここにも、however 形容詞 sv っていう、ここに形容詞を置きます。後ろに置いちゃう子非常に多いんで、もうセットで前に出してください。これもう並び替えの定番やでね。いい。however 形容詞 sv ほにゃららで、これは情報の訳しかありません。ある意味簡単です。はい。どんなに形容詞に sv してもとかね。どんなに副詞 sv してもって言って、後で反転させる結果が来ますと。はい。そんな感じの no matter how。でもこれも必ず形容詞や副詞をセットでここに持ってくるイメージで、no matter how 形容詞 sv とかそんな感じで覚えてください。はい、じゃあ具体的にこの B の一文見てください。However busy I am, I play the guitar every day.
こんな感じの文章になります。もうこれは情報なので、文と文つないだ二分的なイメージ湧きやすいよね。そしてここに形容詞が置くのが並び替え的に非常に大事です。このビズイを後ろに置いちゃう子が非常に多いんでやめてください。はい、これをあえて訳すならば、どんなに私は忙しくても、私は毎日ギターを弾きますと。どんなに忙しくてもって感じで、自分の忙しい状態を一旦こう認めるんです。つまり忙しいからできないかもしれない、この不利な状況を一旦譲歩して認めといて、それをでもね、やるよって感じで、こっちにポジティブな判定をさせています。私は毎日ギターを弾きます。ね。悪い流れやったら、どんなに一生懸命やっても、あなたにはできないでしょうね。そんな流れも当然あると思います。However hard とかね。そんな感じもあり得るでしょう。はい、言い換えは、No matter how busy I am, how busy までセットで持ってくるのがミソだと思ってください。もう、however は複合関係詞全ての中でも、おそらく一番出やすいと思うので、この語順をまずしっかりと覚えてください。副詞だったら、fast とか hard とかね。そういうのもよく入りますと。はい、最後、おまけを喋ります。一応 however SV ってあるんですかって聞かれたら、一応あるにはありますが、ごくごく稀です。受験の実際の問題などでほとんど見たことがないんですが、ちょっと記憶にないですが、一応あります。そもそも how って疑問文の時にどうやってっていう手段を聞いとったよね。この手段の解釈で、どんな方法でどんな手段でどんなやり方で SV してもほにゃららだよっていう情報の用法はやはりあります。例えばこんな文章ね。However you study English, what is important is practice. この辺はもう大切なことは、実践だって言ってるだけなんですが、ここですね。この however を、ここに形容詞がなかったとしたら、これはもうどうやってっていうね、やり方を聞く how の、この複合関係詞バージョンだと思ってください。つまり、どんなやり方で、どんな方法であなたが英語を学習しても、大切なのは practice、実践ですと。こんな感じのニュアンスになります。一応言い換えは No matter how you study English。この how はどうやっての意味だと思えば分かりやすいかなと思います。が、何度も言いますが、もう100問出たら95問はこっちですね。もうこっちは非常に定番でめちゃくちゃ出やすいんで、今回複合関係詞を2回に分けて喋った、そのトータルの中で一番出やすいのが however だと思ってください。はい。というわけで、2回に分けて複合関係詞っていうのを喋ってきました。大切なのは、情報ってどういう時だっけ？そしてその時にノーマターホニャララで書き換えられるっていう、それが一番大事です。これはもう高校1年生の習いたてなら定期テストにバンバン出まくるし、受験や今言った並び替え、いろんなところで出てくる感覚なので、しっかりとマスターしてください。もちろん、however はないですが、A の方の解釈も、多々出てくるので、ぜひとも見分けられるようになってください。はい、じゃあ以上で複合関係詞の話は終わりです。